第一次大戦までは急を要さない荷物などを運ぶため、南米東岸の航路やトレードの吹く南太平洋にはかなりの繁栄が認められていた。それら反戦に決定的打撃を与えたのは戦争である。第一次大戦時、ドイツ帝国海軍の通商破壊艦ゼーアドラーが沈めた船舶14隻のうち、艦船は11隻となっている。このゼーアドラーは軍艦といってもボロボロの帆船。連合国側のまさかこの帆船がという心理の裏を読んでの活躍であった。しかし艦長ルックナー伯爵は帆船を沈めるについて、できることなら帆船は沈めたくない、海底に沈む帆船はどれも大変な損失なのだ、私には帆船に対する船乗りの愛情がある、だからこれを沈めるときはいつも悲しかった。生き物のように高いマストを震わせ、ついで海にへさきを突っ込むとき、この荘厳な船は静かにお辞儀をするように見える。マストの三色旗が波間に消えるのを見ながら、私は帆船の時代が終わったのを感じたと手記に書き残している。